アキナのアキナイチャンネル。これ俺らどこ向かってんの今？これ逆？ほら、ちょ待って。瀬戸大橋渡んで。瀬戸大橋渡ったらどこ行くん？本州行くん？本州っていうか岡山。岡山行くで。そんなん行かへんて。綺麗。いやそんなんええねん今。ジーンズ発祥の地小島。ほらやっぱ国産ジーンズ。来た。原君は？原君は境出に行ってはる。原君に一旦向こうでもうどん食べといてもらう。ちょっとかかるわ言うて。じゃあジーンズバッて買って、うん、うどんバッて寄れて行けたら一番最高ってことやろ。それで最後パーン景色見れたらもう完璧よ。これまっすぐかな。あ、ジーンズストリート小島書いてる。あれは右はあれもジーンズって書いてる。ほんまや。あ、すごい。あるね。あるやん。あ、お店あるやん、あるやん。こういうとこやん。あ、これもや。うん、これもや。あ、これもこれも。あ、これジーンズ。すごいすごい。ジーンズ。あー、ええな、ここ。めっちゃある。うわ、どうしよう。最高やな。うん。ちょっと駐車場早く見つけな。原君ってでも意外とジーパンのイメージないっすもんね。え、でも私服でしょあれ基本。今日なんか黒パンはのイメージがある。原くんは今どこにいてんの？坂出やって香川におんの。どうやって待ってんやろ。あ、うわお前地図ある。ちょっと待って、でもめっちゃあるでしょ。一見にしよう時間的に。桃太郎ジーンズとかもあるで。あ、有名やんね桃太郎ジーンズって。今ここやからこの辺にしよう。20番台小島ジーンズ。26にしよう。おい小島ジーンズにしよう、うん、あ、すげえ大きいジーンズ看板。うわ小島ジーンズストリート。これちゃう。小島ジーンズこれや。あ、これか。ここ。うわ、めっちゃかっこいいな。撮影していいか聞かなあかん。OK です。嬉しいね。ちょっとこれ最高やな。ちょっと待って、どうしようほんまに。いいな。全然見えへん。ちょっと待って。わ、かっこいい。小島って書いてる。はあ。え、なんて？ほんまや、ボタン。え、ここな。全部ボタン。チャックのところ。なるほど。ね、だからちょっと硬いですもんね、最初は。育てるタイプ。この辺はもう育てるやつですもんね。その辺はでも、ワンモンしか飼ってるから育たないんですよ。あ、ここの辺は育たない。育てるって言ったら、この洗いのかかってない生デリにもの。お前もう全然ちゃう、硬さが、これぐらいになりますから、ね、2、3、4、5、6、7、8、いいな。これ元同じなんですよ。え、元同じな、上は。え、元一緒。はい、元これを違う人が履いてるだけなんですよ。はい。原くん絶対これ好きやん。あ、それ好きっすね。とりあえず原くんに電話してみます。確かにちょっと電話してあげる。はい、うん。あ、お疲れ、原くん。あ、お疲れ様です。原くん、あのさ、はい、あの、太めか細めってどっちがいい？太めか細め。うん。太めでお願いします。太めの方がいい？はい。あ、ほんで、濃いめか薄めだとどっちがいい？濃いめでお願いします。あ、オッケーオッケー、了解。はい。わかったわかった。ほんならまた連絡するわ。あ、わかりました。うん、ちょっと待ってて、はい、ごめんね。はい、わかりました。失礼します。黒いぐらいがいい、もう濃いめって。黒いぐらい、うん、あ、いや、そこまでいかないぐらいで。あ、そこまでいかないぐらい。はい。育てる感じ？そうですね。あ、オッケーオッケー、了解。わかった。すいません。はい。はい、お願いいたします。はい。失礼します。育てる感じって言ったよね。サイズがね、結構細い子なんですよ。細い子だったら。身長が170前半で、だいぶ細身です。そしたら30でいいと思うんですよ。これあのボタンだがちょっとお値段高くて21,000円、ジップだと16,000円なんです。普段履かないとジップの方がいいんですかね、うんうん、すぐ ね履きやすい、うん、はい、このタイプでこれにしましょう。送ってみます、うん、あ、いいやいいや、あ、めっちゃいいと思います。もう絶対これでいいです。これでいいです。この1個下のサイズやったら何になるんですか。いや、うちね、30が一番小さい。あ、ほんならこれでいいんです。これでいいですか、はい、これはもう。で、もう決まった自分のは。え、あ、まだ悩みます。俺らね、悩みますよね。いけた。どんな感じ。ちょ、早いな。ちょ、早いって。
早い、まだ、まだ、うん、行ってた、はい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 って冷めんね、じゃあ今あげるとこやから、早いってどう、あこれまだ、おいいね、サイズ感も、うん、った全部で意外と安いよ、めっちゃ書いてる小島って、はい、ね、思い出になります、よかったです、はい、買ったね、買った、でもこれお金はどうなってんの、これはもうここから出しました、じゃあ5000円しかないからさ、気持ちよおろせやATM で俺と原くんの金やん、あれほとんどで原くんはちょっと待って、ほんまにさ、ほんまに今4時やで、4時やって、もうあもうやばいやばい、ほんまにやばいやばいで、時間4時15分にここ出発するのがタイムリミットやから、ほんなもう出よう、うどんは、うどん、うどんも一回諦めよう、そうや絶対ほんまに食いたい、え俺嫌やで、うどん諦めんの、なんかもう夕方やん、え大丈夫なんかなこれ、じゃうどんは食べようや、えこれみんなで食べたいって言うてんねんから、うどんは20分ぐらいで行ける場所にあるけど、20分で行ける場所にある、それはもう一回もう向こう戻ってます、戻ってる、あほなそこに行きましょう、そこ集合で原くんに、で、その、で、じゃジーンズの時に電話したよ原くんに、うん、うどんのことや思ってるから原くん、濃いめとか自分で育てるって聞いたら、うん、育てるうどんも出て育てる、育てますよ原さんにもうちょっと待ってくださいって言ってたら、うん、承知しましたじゃあほんまいい人じゃあかんねん、ほんまにほんまにいい子やからえ、うん、いつもより財布の中身多めに持ってきてくれてたんが原くん、原くんや、見たことないアウター着てたよ原くん、3日前ぐらいに今度どこ行くんですかめっちゃ楽しみですわって言ってた、あれ誰やったかな、じゃあ原くんやろ、原くんこれ左、ちょもう結構カツカツになってきてるから、そうでもうそこ高速乗れるか、あ高速これもう乗る、絶対に見たいから、5時45分に着けばいいんやろ、冬に援護、うん、これさ車で飛ばしてさと、今からあれ見れるかどうかっていうところやんか、うん、次のじゃんけん負けたやつも見られへんのじゃんもう絶対嫌、次のじゃんけん、次のうどん終わりの秩父ヶ浜に行くじゃんけん負けた人が、綺麗今日も綺麗景色めっちゃ綺麗、ほんまめっちゃ綺麗やで今日これ天気、地球ありがたいだもん、えこれでもほんま相談、えどうし、なんかじゃんけんしてうどん終わりで、はい、5人行くでしょ、5人行きます、7時までに返さなあかんから、はい、着いたら1人だから車乗って返しに行く、見れないってことですよね、一人じゃ車返さんとあかん、車返す人は、でもね、でもね、そのさ向こうにつけるのが5人だけですやんか、うん、でもう一人はもうこの時点で見れないってことですか、それは努力しないそれはもうタクシー飛ばすか急いでもらってってことですよね、電車は多分無理やろな、あ、行けんのか、なんかあと2回あるってこと、山場が、山場あと2回で、なんやったら次負けたとしても2回目負けろうがもうアウト、なんかラスト見られへんねんな、景色が、ちょっと待って、ほんまあかんで、あかんで、ほんまやかんで、あだから次のじゃんけんはまた努力でいけんねん、そうそう、そいつ次第や、うん、全然努力でいけんお金次第やラストじゃんけんがもう アウトなんや、見られへん、一番だから最悪なんか自力でなんとか行けて合流してまた負けた人も最悪やな連敗ね、もう最悪よ、だから原くんは結果良かったんかもしれない、ここで負けといて、ここで運使った、この信号を左、これを右に入っていたもんね、さっきなんかこのこっちに、そうやった、えあ、ある柳屋、えあったよ、あ、なんか空いてるっぽくない、うどん屋あるやん、空いてる空いてる空いてる、うん、よし着いたよ、
めっちゃいい感じ、天然だし。だから閉店時間書いてない。うわすごい人気店。えサインやったんすか。サインめっちゃあるみたい。行けました。OK です。原くん呼びましょう。もしもし原くん。はい。柳屋。はい。さぬきうどん柳屋さんに、はい、タクシー乗って来てもらえる？あ、わかりました。柳屋さんです、ね。うん。ひらがなで柳。あ、わかりました。駅から近いと思う。あ、本当ですか？うん。ちょっと大急ぎの感じで来て。境出から近い。わ、はい、かりました。おすすめをもう注文しとくわ。あ、ありがとうございます。うん。すぐ向かいます。はい。はい、失礼します。普通さ、境出から近いんやったらなんでこんな時間かかったんですかって言いたいと思う。ほんでこれ着る時も失礼しますとか。めちゃくちゃいいと思う。もう何じゃ あんたが大きい車借りといたらよかった。じゃあ俺は高速乗ったことが一番の罪やと。あ、来た原君、見た最初はグッ、はい、うわー、そうやろ。アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生もすごく楽しみにしてるよ。よろしくね。